はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうというですね、はい、二藤さん VS あのカルピス軍団から学ぼうということになりますということですね。はい。まあ、今、昨日の段階よりもさらに、今日の朝の段階、ちょっと前とか、今日の朝の段階とか、昨日の段階よりもさらに二藤さんとカルピス軍団が要するになんか回線が勃発してるみたいな状態になってますが、はい。まあ、私もあんまりカルピス軍団どうか見たくないんですが、さらっとだけ見ましたが、まあ、あの、カルピス軍団の皆さんがなんか二藤さんの悪口なんか大量に言い出しましたよね。なんか何を突然言い出したんかと思ったら、なんか俺の動画からパクってんのかとか思うぐらいのね、領収書とか第三者の要するにところのやつ資料出せよとか言い出して。うん。まあ、そういうのは顔出ししてからやってもらっていいですかみたいな。あの別に他の人に対して私ね、顔出しして名前出してやれというつもりはないですけど、カルピス軍団とかっていうのは、まあ、よくそんなにこう旗色をコロ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 変えれて、しかも匿名の状態で自分は安全地帯の状況から積極的に意思を投げるっていうのはどういうことなんやろなと思って、うん、もうなんやろね、そういうことだけに時間を費やしてるっていうことが、まあ、なんていうかな、理解の外やね。はい。あの、はっきり言いますが、理解の外です。はい。理解の外なんで、ちょっとよくわからんという感じですね。はい。まあ、わかりたくもないっていうね。はい。という感じになるんですが、松井先生の見解こちらということなんですけど、まあ、だから言っただろうっていう話ですね。はい。はい。だから言ったでしょっていう。はい。みんな、要するに結構なんか怒ってる人がいたじゃないですか。まあ、太田恵子弁護士と思われるアカウントっていうか、まあ、太田恵子弁護士のまあサブアカウントになっちゃうんですけど、まあ、太田恵子弁護士のサブアカウントがなんか俺に対してなんかリツイートした時とかになんか怒ってる人いたんですけど、確か、うわーって怒ってる人いますけど、って言って、っていう。その時多分みんなはあの、なんか、会議に出てくる班長ぐらいなんか、のことやってますよ。なんか、策略家だと思った人いるかもしれない、ね。彼らは一体自分たちがやってることが何かわからないんだろうって。セリフは一緒ですよ。セリフは一緒ですよ。私、班長と違うのは、うん、まあ、ええんちゃうんですかっていうんで終わらせちゃうんで、まあ、ええんじゃないんですかっていう。ああいうなんか嫌がらせとか、ああいうことをしようと思わないんですよ。自分に対して嫌なことをしてきたからって言ってなんか嫌がらせをして返そうとか、集団で寄ってたかって要するに返そうっていうのはないんですよ。1対3で帰ってくる場合がありますけどね。うん、1対3で喧嘩して3人ともあの、締め上げて終了っていうのはあったりはしますけどね。はい。ちなみにあの、人数が少ない方で人数多いやつをあの、締め上げたり乗したりした場合っていうのは、報復来ません。これはっきり言いますよ。まあ、ほぼ報復来ないですね。ほぼ報復来ないですね。まあ、報復ぐらいはあるっていう話になるんやけど、まあ、結局その3人ぶち倒したからって言っても結局、なんですか、小学校とかだからずっとそうなんだけど、なんか殴ったことの時点で俺が悪いよねみたいな感じでいつも生きてたんで、まあ申し訳なかったなっていうふうな感じで、まあ、いつも対応してたんでね。まあ、そんなことを起こしている自分がまだまだなんだと思ってね。まあ、いたんで、そういう感じになるんですね。はい。で、松井先生言うんですけど、まあ、ちょっとこれ、ちょっとごめんなさい、太田恵子さんちょっと女性なんで、私もちょっと配慮して、要するに書きますけど、二藤さんとかね。二藤さんとかあれは、女性なんで、まあ、あんまりこう、男性にどうのこうのって言われるの好きではないでしょうからっていうのをちょっと配慮しましたが、これ本当大事なことなんですけど、町山さんや、神原さんを友達にしても、カルピス軍団とかは絶対これ変わっちゃダメですから。うん。町山さんや神原さんって別に思想面とか、今回暇空がほど対立してるっていうんでヘイトあるのはあるんですけど、実際。で、私も正直、町山さんや神原さんが何を暇空がさんとかさっさと要するに、情報開示請求とか住民監査請求の邪魔するのやめてくれやとかいうふうな話になるんですよ。結果みたいにね、俺からすると。で、そういう部分にイラッとする部分もあったりはするんですけど、町山さんや神原さんを見たときに、まあ、突っ込みどころとかいろいろこうなんか問題のあるところがいっぱいあるのはあるんですよ、実際もね。ただ、それ言い出すと俺もブーメランで帰ってくるんで、ブスブス。20本ぐらい帰ってくるんで、お前が言うねって話で。町山さんや神原さんでも俺みたいなお前ほどではないわっていう言えると思うんですよね、多分。せやけど、町山さんや神原さんって、こう、なんかこう、まあ、天然だったり、おちょこちょいだったりはする部分とか面白いとかあるのと、その、神原さんにいたっては、結局最初から最後までやりきるっていう、弁護士としてやりきるっていうんで、その、筋が通ってるというか、
そうそう、筋が通ってるって、人としてどうかって言われたら、まあ一般的にはちょっと問題があるんじゃないかなとか思うかもしれないけど、そういうのあると。いうのと、まあ、別に町山さん、町山さんで結構リスク背負って昔言ってたんですよ。江原さんかなんかに喧嘩売ってたりしたの昔。江原呪い殺されるもんだら殺してみろよな、バカ野郎ってやるもんならやってみろ、みたいなね。はい。今町山さんなんか別方向にちょっと行ってしまって、なんかちょっと天然キャラみたいになってしまってますけど、まあ、それはそれで面白いんですけどね。あのちょっと町山さんのちょっと人としては面白いんで好きなんですけど、私。いや、結構おると思うんですよ。結構おるだろ。町山さんっていう。うちのところの松アノンたちは結構町山さんのファンと神原さんのファンが多いんじゃないかなという、勝手にね、あの、思っちゃってるんですけど、その、そう、なんか、面白いなっていう風な話になるんですよね。はい。その、好き嫌いと言ってることが正しいか間違ってるいつも言ってるけど違うからね、このチャンネルね。はい。そう、何回も言ってるけど、それは違うからね。で、あの、カルピス軍団に関しては関わるのはちょっと無理っていう。はい。あの、ちょっと、あの、本当と、俺のところでいつも言ってるんだけど、まあ、視聴者のみんなもう分かってると思うんだけど、カルピス軍団の話で基本的にうちのチャンネルコメント欄でも、ライブ配信中でも一切出してくれないんですよ。はい。で、X の要するにリプライとかでも一切何も言ってこないんですよ。これね、いや、バカってくれてるなと思うんですけど、あの、言及する気もないっていう。あの、正直、二藤さんや大田恵子弁護士が、要するに、例えば変な話ですけど、海で溺れてましたね。まあ、間違いない神原さんだったら絶対その浮き輪投げるんですけど、浮き輪投げるんですけど、二藤さんや大田恵子弁護士とかやったら、ちゃんと普通に、助けてみたいな、海で溺れてましたとか、川で溺れてました、おーとか言ったりするんやけど、ここに関しては俺もちょっと躊躇するもんね。さすがに。カルピス軍団に関しては。いや、これはひどいっていうか、その、俺から見ると二藤さんにしろ、堀口秀俊さんにしろ、なんかその、行けよ行けよ行けよみたいな、その感じで、そのなんか、生贄にしてやれやみたいな感じに、俺にはかなり見えるんですよ。わかりますっていう話なんですよ。大田恵子弁護士がやり玉に会った時も、神原はじめ弁護士がやり玉に会った時も、二藤ゆみなさんがやり玉に会った時も、全部そうなんですけど、行けよ行けよみたいな感じになんかなってるみたいなイメージが強いんですね。私からするとね。で、これポイントになってくるのは、これすごい悪質だなっていうふうに私は思ってますっていうのは正直な感想ですね。はい。で、自分たちは要するに、安全な地帯から要するにやるみたいな感じになってるっていうふうな話になってくるわけなんですよ。まあ、カルピス軍団って言ってもなんか多いんですけど、あ、なんか一時期は要するにヒマソラアカネさん側についてて、で、なんか要するにヒマソラアカネさんにまあ、はしご外されたっていう表現はおかしいんですけど、そもそもヒマソラアカネさんの仲間はナル君って要するに弁護団だけって言ってるのに。で、俺は近づくなって言ってるやんか。で、俺は近づくなよって言ってんやん、しかも。な、ほんで、ヒマソラアカネさんとかに要するに切られた後、よってくる、すり寄ってくる連中、マジでなんなんやと思ってる、ずっと。俺がなんつってる？ヒマソラアカネさんに近づくなよ。二藤さんの側にも近づくなよって。絶対大変なことになるから、つって。絶対めんどくさいことになるから、っていう。うん。基本的にはちゃんと公開情報、つまり、裁判所とかで出てきた情報であったりとか、東京都の監査請求の結果とか、公になった情報をちゃんとみんなで話し合って、ちゃんと要するにみんなと議論しましょうって言われてるんですよ。私のチャンネルでねって話です。ここはね。この二つはほんま戦争の最中だから、突っ込んだら最後要するに自分も巻き込まれますよって。戦場でピストル撃たれましたって言って文句言ってるんです。頭悪いですからね、あっけんですけど。はい。いう感じになります。では、ポイントになるのは今日は何を学ばなあかんねんって、こういうところからもちゃんと学びはあるんです、皆さん。いいっすか？学びはあるんです。これはね、組織運営とか、YouTube 運営とか、サークル運営とか、会社とかでも、全部要するにグループを作るとかいうことに関しても、要するに全部同じです。まあ、これは一例です。で、カルピス軍団ってね、突っ込みどころ言い出すとね、多分10個ぐらい言ってあげるとね、全部分かってもらえると思うんですけど、はい。全部分かると思うんですけど、はい。まず、YouTube 運営でも、会社でもサークルでも関わってはいけない人材ということになります。はい。私は皆さんにこう言ってます、ちゃんと。私のチャンネル登録をしてくれてありがとう。いつも見てくれて再生してくれてありがとう。みんなが私を選んでくれたので、皆さんが私の動画を見てくれてます。と同時に、私も皆さんを選びます。はい。皆さんが私を選んでくれてありがとう。この気持ちは 100% あります。しかし、それと同時に、私も皆さんを選びます。はい。私は不特定多数にみんなに見られるチャンネルであったり、みんなに支持されるチャンネル運営をしたいんですなんて一言も言ってないですからね。そう。そんな運営をしたい。ただ数だけ集めればいい。ただ再生回数だけを増やせばいい。ただお金だけが増えればいいって言ったらもうちょっとマシな運営の仕方ありますよ。みんなわかってると思う、逆に。
子さんのファンなんかみんなわかってるかもしれない。もう最近もう諦めてるから、その辺隠してたんだけど、はい。もうみんな、諦めてる。で、関わってはいけない人材っていうのがあるんです。これ、ポイント覚えておいて、ね。俺、まず一つ目にこれ言ってよ。仲間の情報を売り渡そうとしたやつっていうの。これ、徹底的に俺粛清したんだ、これ。これ、どうもコラボとか、WBBC とか、若草ボンドパップスとか、あとなんか、奥田智さんかなんか知らんけど、あと、村木厚子さんとかの、なんか、情報とか、こっちに流れてくるケースっていうのがあったんです。X の DM とかで。漏れなく全部削除しましたけど、痕跡すら残さなかったんですけど、はい。なんですけど、こいつら全員俺基本的に来てほしくないんで、それ自分でやってくださいと。そして二度と私と関わらないでくださいみたいなね。はい、それは自分でやってくださいって初めて言ったんです、確か。それは自分でやってくださいねと。うん、私に言われてもその正しいか間違ってるかわかんないので、つって。まあ、ご自身でその情報あるんだったら自分でやってもらっていいんじゃないですか、みたいな話になる。必ずと言ってるとブチ切れてきます。なんでやらないんだ、責任感があるんじゃないのかみたいなことはなじってくるっていう感じですね。はい。他人にそういう風なリスクだけを押し付けて、要するに自分は高みの見物かよって言って。お前一番汚いやつやなって言って。二度と来んなって言って。顔も汚いわって言って。はい。いう感じになるわけなんですけど。はい。松井くん、これはっきり言ってきますか。私は基本的にいいですか。敵の対象や対立勢力よりも一番嫌いなのはこいつらです。はい。仮に私が要するにもし暇そらかんさんとかの立場になったとして、二刀夢さんと私揉めてたとしましょう、仮に。カンバラはじめ弁護士と揉めてたとしましょう。町山さんと揉めてたとしましょう。はい。町山さんのマイナス情報をこっちに持ってきます。もしくはカンバラはじめ弁護士のマイナス情報をこっちに持ってきます。二刀夢さんのマイナス情報をこっちに持ってきます。そいつらはそっち側の陣営にいるのに、こっち間違った、そういう要するに偽情報なのか本当の情報なのか知らないんですけど、偽情報を渡してくるやつはまだ偉いと思う。偽情報はあるとしては、そうやな、偉いなって、俺が要するにマイナスの分で、その二刀夢のさんや神原はじめ弁護士や要するに町山さんをプラスに持っていくにしたいな。オッケーオッケーオッケー。そういうやつは俺全然評価する。けど、ほんまもんの情報を渡してきたやつはマジで腹立つ。はい。私は敵より嫌いなのは裏切り者って言ってるね。はい。やり持ってきて、つって。こうやって、やり持ってきて裏切り者はしねえ、みたいな。バーン私はっきり言いますか、裏切り者が見たら、まずそのまま、こう、処刑するの嫌なんで、基本的に。俺がもし戦国大名やったらね。彼は、お宅のところから抜け出してきて、いう風に、返しますと。こういうことがありましたっていう話。これ見てね、毛利元就とか思う人は違うんですよ。ただ腹立つだけです。そう、毛利元就はこれ戦略的に一番弱い兵隊が要するに逃げてきたよねって。だから、押し返すことによって兵糧攻めがうまくいくじゃんって。これ考えてやるのが毛利元就です。俺はこれがただ単純に許せないんですよ。許せないんだけど、処刑するも嫌なんですよ。処刑する気も失せるから。そうそう。戦って要するに敵対してましたって、最後までその筋通しましたって言ったら、じゃあ俺が解釈するわっていうのはわかるんですよ。ただ一つだけ言わしてなって言って、次会った時は友達なって言ってバーって切るんです。立場が逆かもしれないっていうんで、多少誰でも要するに、感情が湧くんですけど、何の情も湧かないんで、ちょっと帰ってもらっていいですかって。こんな情報がありましたよっていう、ね。普通に多分、神原はじめ弁護士からの要するに裏切り情報があったら、多分神原はじめ弁護士に俺流すからですよ。どうぞって。名前湧かったらこいつらしいっすわってやるから。普通にやるんだよ、私ね。はい。で、二つ目ということになるんですけど、対立勢力など関係なく、はい、こちらですね。人としてのモラルがあまりにもない状態っていうことです。それはね、わかりますよ、皆さんね。確かに。自分の好きなものであったりとか、自分の漫画やアニメや、要するにそういったものを、要するに、燃やされました。二刀さん燃やしてましたよね。二刀さんだけっていうか、二刀さんだけに責任を押し付けないけど、ついフェミの皆さんでそういうのを燃やして、要するに規制を作ろうとする人っていっぱいいましたよね。水着撮影会であったり、自分の好きなもの、自分が大切にしているもの、自分が楽しみにしているものを、積極的に要するに破壊しようとした人たちに対して、ヘイトが向く。それは、まあ、わかります。だから、それに対して、ニトラやってんだよ、俺らって多少言うっていうのは、それは全然わかります。自分の腹立つことを平気でやってくるっていう人たちに対して、やるっていうのは、それはわかります。いいですか？私、今、ハーフポストやバズフィートはボロクソに言ったことあります。毎日連日連夜のように X に要するに、投稿しまくって、見たくもないようなことを要するに延々とやってヘイトをやらかましてくるっていうのがあまりにも長く続いたんで、バズフィードとかハッポストに関して私もボロクソに言いました。
ボロクソに言いましたが、はい。ボロクソに言いましたが、ハフポストやバズフィードが、X が要するに投稿できなくなるようになってから、影響力がなくなってからもなお、ハフポストやバズフィードをボコボコにどついてましたかって話。そこまではしてないですよね。はい。そして今回のケースに関してはっていう話になるんですけど、いいですか？今回のケースに関してはっていう話なんですけど、二刀目さんのコラボの要請に領収書が出てないとかそういったことに関して言うんだったらわかります。しかし、一定値を超えている勢力がいくつも出てきました。はい。二刀目さんの AV を作ってみたりね。二刀目さんなんか風な AV 作ってみるとかわっけわからんことやってたりとか、ことさら、二刀夢乃さんと、要するに、大田恵子弁護士の、要するに、顔であったり、諸々であったりっていうのを、名指しで延々とディスり倒してくるっていうことはダメだよっていう話になってるわけですね。で、うちのチャンネルちょっと見てほしいんですけど、うちのチャンネルちゃんと見てほしいんですが、そういうことはしないようにっていうのをちゃんと何回も言ってるわけじゃないですか。で、ライブ配信した時に、そんなこと言う人います？そんなこと言う人俺あんま見たことないんですけど、うん、それどころかそういう発言や例えばそういう発言や言動があった場合に関しては私全部注意してるの。特にこの問題に関してはこの問題に関しては要するにいろんな要するに誹謗中傷とかが大量に出たりとかそのすごい数出てくるっていうのもあらかじめ読んでるんでこれ危ねえなっていうふうに思ってるんで、はい。誹謗中傷であったり、そういったものにあったり関してっていうんで、行き過ぎた言動に関しては、要するに問題がありますよっていう話になるわけですよね。はい。で、皆さんよく考えてみてください。いいですか？これ、カルピス軍団の中には、もともとヒマソラアカネさんを支持していた人たちもいるんですよ、これ。で、ヒマソラアカネさんを支持している人たちが、やれなんて、やれ要するに、コラボの批判をし、コラボの批判をしているのも、そのデータ上の話ではなくて、二刀夢乃さんや、要するに、大田恵子弁護士や、神村はじめ弁護士の個人攻撃。まあ、完全に個人攻撃されるようなところが全くないとは言わないですよ、私も。しかし、個人攻撃に終始し、あまりにも個人攻撃であったりとか、関係ないことを言われたって言った結果、ヒマソラアカネさんに、けんけん注意されてるんですよ。松井先生だったら注意しませんよ。そういうんって、俺の要するにところのリプライで飛ばさないでくれるかなって、鬱陶しいから。うん。っていうだけやから俺。うん。ヒマソラアカネさんなんでこれがダメかっていうことまでわざわざ説明してっからね。あの人。俺違うからね。それどっか行ってくんねっていう。これで終わりやからね。うん。っていうような話になってるわけです。で、二刀夢さんからつきます。二刀夢さんからはしご外されます。今度お前らのやってることキモいからなっていうふうに言われます。まあ、今度は二刀夢さんのことを批判します。あ、そういうアカウントは知ってますんで分かってますよ。はい。分かってますよ。はい。私にはなんかアウトな発言引き出そうとしたりするっていうふうなことやったとしても、無駄なんでやめといてくださいね。邪魔。はい。いうような話になります。で、三つ目ということなんですけど、筋が通らない上に他人にリスクのみ被せてくる人。そう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 。じゃあなんか、こうこういうことを言うのは責任では何の責任ですかって私。こういうこと言うのはっていうそう。で、カルピス軍団ってこうよく言うんですよ。それなぜ自民党のことはやらないんですかってお前がやれやっていう。これずっと言い続けて、なんで自民党のことはやらないんですかって言ってる。自分でやればっていう。うん。いや、それ自分でやればっていうふうに言って、それでなんか町山さんみたいにぐぬぬぬって止まるぐらいだったらいいんですよ、別に。そういう責任が何かでディスり倒してくるよって。お前最悪やんかって。お前そこに自民党が要するに不正な金あるってはっきり分かってるのかお前何もせえへんやんけって。お前悪を黙認してるやんけって。俺悪黙認してきた。俺自分の身に降りかかってきた悪に関しては全部ぶったらえてる、俺。警察から暴力団から、税務署から。全部漏れなくぶったらえてる。クレジットカードから。金融界から、JR 東海から、これおかしいよね、この発言って。なんでこんなこと起こってんのって。これどう考えても道交法上おかしいよね、とか。運送会社が要するに当て逃げした時だって全部俺通報してくから。うん。それは何？ JR、その、なんか、運送会社の人を叩き潰したいからやったの、俺は。違うよねって話。
君たちがちゃんと要するに警察に言って今回やらかした事故に対してちゃんとダメだったよねっていうことを反省することによって大きな事故を起こさないよねって意味で要するにやってるわけでしょ。ユピーのクレジットカードでなんかこれおかしいことあったんじゃ、クレジットカードっていうかプリペイドカードでこれおかしいことあったんじゃないかなって言ったら俺は金融庁に必ず報告入れるんですよ。必ず報告入れるんですよ。これおかしくないっていう。これ揉み消しちゃうと、例えばイオンカードみたいな感じで、要するにずーっと要するに被害が広がり続けて大きな問題に発生しますって可能性あるでしょって話です。俺相手のことちゃんと考えて全部要するに対処してる。俺とやり合うのは要するにしんどいでしょって。やり合った時はめんどくさいなって思うやろって。でもこれ直してなかったらもっとめんどくさいことになるよっていう。だから全部やってるんです。だから途中でやめてるんです。完全にボコボコにするんじゃなくて中途のところで、あ、じゃあもうここでいいですねって。直せるんですねって。直せる部分で全部直せとは言わないですよって。直せる部分は直せるんですね。あ、じゃあいいですっていう。で、それを圧力かけて、要するにどうにかしようと思ってやってきたやつは運送会社とかそうだったから、分かったと。なぜか警察呼びやってる。あ、警察呼ぶわ、大変ならって。あ、当て逃げになりましたね、大変ならって。一回もここ通れんからな、その運送業者。一回もここ通ると使えんからな、ほんま。うん。どんだけ怖いんやろと思うんだけど、俺のこと。はい。言うけど、そういうことですよって話。俺を怒らせたらそうなのよって話。その前まで俺ちゃんと交渉するから、ちゃんと。これ以上やったら当て逃げになっちゃう可能性ありますよ。いいんですか？だから、自分で警察に連絡してくださいって言ってるんです。これ3回、4回言ってるんですよ。4回言ってるんです。やりませんでした。あ、じゃあ俺ふなるよ。もうええわと。もうええわ。下がっとけと。はい。下がっといてって。俺電話するからって。警察官来て、調書取られて。え、いうことになるんですね。でも、これすごく大事なところで、筋が通らないでしょって話。筋通りますって話です。で、あの裁判結果見てて、俺の裁判結果の要するにところで見て、要するに、ワイ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 、要するに、ワイ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 やってるんだけど、ちゃんと言ったでしょって話。いいっすか？二刀井皆さんに対してのコラボのバスカフェに対して、要するに行われた、複数名の要するに襲撃みたいな感じであったりとか、シェルターに対してサラスであったりという事件ってありましたよね。引き起こされましたね。あれに関して、ひまそらあかねさんは、やるなと言っているにもかかわらず、言ったやつがいるんですよ。それひまそらあかねさんのせいですよねっていうことで、敗訴の判決を受けてるんですよ。カルピス軍団どうなりますって。二刀井皆さん2年間とか3年間放置してるんですよ、この人。カルピス軍団。俺は初手で潰してったよな。俺は両方潰してるよな。過激なことを言うような過激なことを言う、ひまそらあかねさんを支持してんのか支持してないのかよくわからん連中は全部注意したいの、俺。で、過激なことを言う、要するに、二刀井めのさん側に立ってる奴らも全部注意したいの、俺。X でも YouTube でも。それおかしいやろ、どう考えても、お前の言ってることって言って。そんなもん過激なこと言ってどうすんのよ。お前その法治国家って分かってっかみたいな話。俺、両方ぶったたいてるから。わかるな？両方ぶったたいてるの。大丈夫な？そう。だから、そういうふうなことをやってたかって、やってないやろって。で、今でもまだカルピス軍団暴れようとしてるんでしょって。どこが筋通ってんのって。ああいうのに裁判勝ったな、裁判勝ったって喜んでるんですけど。何が裁判勝ったやろって。お前らがやったこと、今度逆に伊藤井上さん訴えられるやんけ、みたいな。お前らがやらかした責任が、伊藤井上さんに引っかかるよって話。だから今後こういうことですから、皆さん。いいですか？今後こういうことですよ。だからあの裁判結果って何も嬉しいことは別に私以外にはないと思いますよ。そう。私以外は何もですよ。私は逆に、その、あれですねって言って。例えば変な話ですけど、政治家の人であったりとか、ね、活動家の名前の通った人であったりとか、いろんな人が、こういう塾の先生がこういうのは問題だっていうのを発言、例えばした、パンとしたとしますよね。それによって誰かが、いつか、その人の支持者、もしくは不支持者に関わらず、俺のところに実際に具体的に攻撃した場合、俺を訴えるのは政治家や名前の通ったやつを訴えていいんだよねってことになります。いいんだよねってことになります。いいよね、それ当然そうだよね。お前のせいでなったんやなって言うから。お前のせいでなったんやなって、俺別に政治家ちゃうからですね。活動家でもないし。趣味で YouTube 上げてますみたいな話なんですけど、はい、そう訴えられるリスク全然違うと思うんですけど、あの判決見て喜べんのってどの勢力が喜ぶんやろ、この判決とか思いながら俺は見てるんだけど、まあうちだけかみたいな、
感じになるわけですね。でも、こういった人々っていう、だからカルピス軍団の要するに今までの行動とか対応とかって全部見ててほしいんですよ。でも、全く自分にもゼロかって言われたら多分あると思うんですよ。俺も全然あるから、多少なりともそういう負のはあれはあると思うんですし、俺もメンタルやられた時とかは、そういう過激な言葉になってた可能性も全然あるんで、絶対全くないっていうわけではないと思うんですよ。ただ、ここが一番悪い例としては、これはもうベストなんですよ。ベストオブベストやと思う。いつかもう一回言いますよ。カルピス軍団って二等さんからも嫌われてるんですよ。大概っすよ。大概っすよ。うん。間違いません。カンバラさん、ね、あげくなって、カンバラ弁護士って、大概の人間、もう一回言いますよ。カンバラ弁護士に至っては、堀口さんの面倒を最後まで見切るぞっていう感じでやってるんですよ。それでさえ、無理ってなってる。無理ってなってるやつがおるんですよね。しかも弁護士っていう俺もいろいろ調べてえっていうカンバラさんでも無理ない人おんのやと思ってなってるんですよ。相当やばいよ。違うかそうで俺なんて言ってきた。左翼のリベラルの陣営にしろ右側の陣営にしろ大概の人たち極右だろうが極左だろうが大概あのいいところを必ず一個褒めると思うんですよ。まあ、闇の熊さんとかでも、なんか闇の熊さんとかと一緒に知ってほしくはないんですけど、まあ、闇の熊さんの動画結構面白いけどね、みたいな。あの、作りとか構成とか、やっぱ、あの人ほんま上手いよっていう話はちゃんと言うやん、絶対。何も見当たらないの、マジで。カルピス軍団。いいとこ探しててわかんないって。どこやろうって。なるよ。全然なるよ。はい。全然なるよって話になるね。はい。いうことになってくるんで、こういう風にならないようにねっていう話。だから、もし自分がね、こういう筋の、特にここかな、俺が言いたいのは、筋が通らないか通ってるかっていうのは見てほしいんですよ。法律守ってるか法律守ってないかもちろん大事なんやけど、やっぱね、人としての筋っていうのはもっと大事だと思う、俺はね。そう、悪党の世界でも筋ってあるやんか、変な話。犯罪者の世界でも、反社の世界でも筋ってあるわけじゃないですか。それは人として仁義が通ってますかとか。それは人として要するにギブアンドテイクになってますかっていう。ギブアンドギブになってますかって。なってませんか。ギブアンドギブやのにも関わらずテイク何もしてなくて自分がそれで平然と入れてないですかとか。そういうことっていうのはね、ちゃんと要するにやろうと思うんです。ということで、まあこういうね、カルピス軍団っていうのはもう反面教師としてね、まあ皆さんもね、生きていくといいんじゃないかなと。いうふうに思ってます。まあ、しかしまあ私もあれですけど、本当ミュートしといてよかったなというふうに思ってます。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。